参謀本部当初は画面左の建物がカッペレッティの設計により西南戦争後に建設に着手明治14年に落成し参謀本部として強用されていたが明治27年の明治東京地震により若干の被害をこむったこれを受け明治31年に参謀本部の機能は北側の建物に移転しこの写真の撮影時期には 発足当初一部を曲がりしていた陸地測量部と参謀本部第四部戦士室が全面的に専用するに至っている。参謀本部は第二本帝国陸軍及び1903年まで海軍の軍令を司った機関。参謀総長を長として作戦計画の立案等を職務とする。なお、軍勢は陸軍省が担当したが、 軍政と軍令を明確に分けることは不可能で広範囲に曖昧な領域が生じた結果混乱を招くことにもなった。なお、1886年から1888年までの間、海軍の軍令機関が陸軍と統合されていた時期を除いた海軍の軍令機関については軍令部を参照。当初は陸軍省等とともに 彦根藩栄屋城屋敷跡三宅坂一帯に置かれたが、1941年12月から8日から15日に、かけて、陸軍省、教育総監部、陸軍航空総監部ともども、三宅坂一帯から一概屋台の陸軍、士官学校跡地に移転した。明治四年七月に、木蜜図図図二三絵市地図聖子を編集し並みに、館長通報等のことを、手のひらることを目的に、 兵部省に陸軍参謀局が設けられた。局長には兵部大輔が当てられた。翌年の明治5年には兵部省が陸軍省と海軍省に分割され、陸軍参謀局は陸軍省参謀局として尊敬された。明治6年3月23日に陸軍省条例が発せられ、参謀局が陸軍文庫、測量地図、海図彫刻、 兵士並兵並下生死集め集を司る第六局に解消されたが、明治7年2月22日に第六局を廃止再び参謀局が置かれた。明治7年6月18日に参謀局条例が制定され、同日付で参謀局が設立された。これが日本の軍令機関独立の行使である。この参謀局は三宅坂に置かれて陸軍省に連続していた。 参謀局長には、召喚が当てられた。参謀課の将校は、あるいは陸軍省内局に勤務していても、あるいは外国派遣の講師に属していても、解散謀局に席を置いており、局長は参謀課将校の身体等についてすべて関与していた。明治11年12月5日に、参謀本部条例が制定され、陸軍省の一局であった参謀局が、 参謀本部と解消され、独立機構となった。後の昭和時代には、東水県の独立により、軍が政府の統制から暴走していったが、陸軍を自分の権力基盤とするために参謀本部の独立を推進したのが山形有友であった。参謀本部長には陸軍召喚が当てられた。海軍召喚でなかったのは山形の強い意向があったためである。 1886年3月18日に、陸海軍統合参謀部門として、参謀本部が設立され、その内部に陸軍部及び海軍部が置かれることとなった。この参謀本部は、陸海軍軍事計画を司るところであって、各艦軍部、この絵、各鎮大、各鎮塾、各艦隊の参謀部並びに、陸軍大学校、軍用電信台を統括した。 参謀本部長は皇族が直任されるものと定められ、アリス川のみ当たる人親王が認じられた。本部次長は陸海軍将官からそれぞれ一人が当てられた。戦時を除くとはいえ、日本近代史で唯一陸海軍統合の統帥組織であった。歴代参謀本部次長、支部とは外局を意味する用語である。明治21年直霊第25号により、 1888年5月12日に旧参謀本部陸軍部は陸軍参謀本部と解消された。陸軍参謀本部は参軍の下で参謀事務を行うものとされた。そして陸軍参謀本部長は参軍に対して責任を負うものとされた。新参謀本部条例により1889年3月7日に旧陸軍参謀本部は 参謀本部と解消された。参謀総長の位置づけは、当初は陸軍大将、弱ハ派陸軍中将一人を帝国全軍の参謀総長に任してんに、直令私役の軍部に参詞参謀本部の事務を管理、セシムとされ、参謀総長は海軍の軍令も管轄するものとされていた。参謀本部長を参謀総長と改名したのも、 軍令部長より一段上のポストであることを明確にするためである。ところが、この規定は海軍側の強い反発を生み、明治36年直令第293号戦時大本営条例改定により陸海軍の軍令機関が並列体等と修正された。日本史に関する複数の書物を編纂している。主に戦国時代のものが多く、 大日本帝国陸軍参謀本部が英知を結集して膨大な資料を解析、編纂と称された。桶狭間の合戦、長篠の合戦、関ヶ原の合戦などの著名な戦闘を扱っている。内容は当時の歴史学的には否定されるべきものではないが、合戦士ばかりを採用しており、国威発用の一環と資料される。ただ、昭和に入り、高柳工事らが、 その記述の誤尾を指摘している。参謀総長は、陸軍大臣、教育総監と、並び、陸軍参長官と呼ばれた。また三組織合わせ、勝負と呼称した。内部部局一時期置かれた部局このほか明治29年昭和18年まで、第四部が、明治32年から明治41年まで、第五部が存在した。参謀本部による、 敗戦時の資料の焼却と保管1945年8月15日、玉音放送により、終戦の焼却が下ると政府から資料の焼却命令が出され、3日3番にわたって夜空を焦がした。当時、参謀本部品地編集編纂部長、石割平蔵は、これでは陸軍士は消えていくと断じ、燃え残った資料をいくらか収集し保管した。 この焼け残り資料の管理を復員した富山三章が引き継ぎ、今日では防衛上戦士室に寄贈され戦士の返纂に使われている。外局もより駅は、都電9系統及び11系統の参謀本部前、停留所。9系統に駅が設けられたのは、沿線の青山一帯は、左官以上の軍人向けに安く払い下げられた、住宅地が密集していたため、 11系統への乗り換え駅でもある。1920年に参謀本部前停留所が廃止されると見明け坂、停留所が最寄り駅になっている。官方第4581号、明治31年10月5日。小林達夫、島田俊彦編、現代史、資料 7P26、星中の正夫、橋本大佐の手記 P24P28、黒の隊 参謀本部と、陸軍大学校 P6、講談社、2004年3月21日、監修情報会男、編集、富山美佐夫、陸海軍召喚人事騒乱 P9P 自治、大学校資料編集出編、山崎内務大臣時代を語る座談会 P67、保坂正康、検証、昭和史の商店 P182、監修情報会男、編集、 富山美佐夫、陸海軍召喚人事騒乱 PQ、監修情報会男、編集、富山美佐夫、陸海軍召喚人事騒乱 PQP12、ありがとうございます。